どうも、レオンでございます。今回もですね、諸君たちに、まあ、動画撮っていこうかなと思ってる次第なんですよ。で今回はね、まあ、たまに久々かな、JFL すごくない ?JFL について君たちに、紹介すると。でもっと言うと JFL のチームは今多分全員チャンネル登録してるよね、俺の。今回ですね、JFL これ16チームなのか。で、16チーム中、1位は、J3 に昇格できると。で、2位が、入れ替え戦と。ちゃうわ。じゃあ、1位、2位が自動昇格か。で、3位が、J3 とのプレイオフという感じで。現在が高知ユナイテッド、2位がビアティン三重、3位が沖縄 SV という感じで、でも高知ユナイテッドが走ってるね、高知は決まりなんかな。で、それ以外はど、単語状態のレイラックシガもいるね。まあ、どっか上がってくるんでしょう。まあ、どうでもいいですけどね。で、今回はですね、あえてそこではなく、その16チーム中、最下位、ブリオベッカ浦安。ちょっとマジで感謝して。まず、俺前も言ったかもしれない。浦安ってどこにあんのって。だから浦安県、浦安市民かな、浦安町民かな、わからないけど、全員俺のチャンネル登録しよう、まず。もうその、まずこの時点でありがたいよ。取り上げたってんやから。ね。で、何が言いたいかというと、7試合終わった段階で勝ち点3と。もう論外ですと。いうことなんですね。おそらくこれ最下位になったらですね、地域リーグに落ちるんじゃないかなと思うんですね。詳しくレギュレーション知らないんで、まあ興味もないんでね。で、ここの監督が、津波ですね。元日本代表の、あれですよね。なんだろう。松木と同じ匂いがするタイプのやつかな。解説の時すごい元気みたいな。今は解説とかやってないかちょっとわかんないけどね。まあそういう元気なおじさんなんですね。で、元気なおじさんが、まあ監督、多分就任何年目なんでしょうね。2年目か3年目か結構長いと思うんですよ。で、去年が確かね、結構いいとこまで行ったんですね。4位か5位か、もう少しで昇格みたいな。で、今年は残念ながら、まあ、こんな状態、最下位っていう状態なんですけど、まあもちろんね、どのチームも一緒なんですけど、いい選手がいればね、やっぱ J3 とか J2 とか上のカテゴリーに引き抜かれますし、まあなかなか継続して勝つのは難しいんですけど、そもそもね、俺、浦安って調べたらね、これ千葉県にあるんですね。知らなかったんですけど。千葉県って、もうすでにあるじゃないですか。ジェフ千葉。それと、ジェフ千葉あれだよね。あ、佐藤久とかいたとこだよね。あの、路中の。で、柏レイソル。ですよね。もう二つあるんですよ。え、三つもいるみたいな。今さ、どうしようとしてんのみたいな。はい。っていう感じなんですけども。いろんな事実を伝えます。はい。まず、ブリオベッカ、今シーズン、地域リーグに降格します。はい。で、津波は解任です。はい。で、まあ、おそらくね、ブリオベッカ、浦安って、まあ、どういうチームなのかわかんないですけど、まあ、津波のその、なんていうかな、顔というか、津波が顔みたいなもんだと思うんですよね、おそらくね。有名な選手がいるわけでも多分ないと思うんで。で、顔がいても勝てないと。いうことで、解任されたらね、もう誰もブリオベッカについて語ることなんてないじゃないですか。知名度もなくなるし。で、そこで合わせて、千葉県ってね、そんな2つも J リーグあるのに、3つ目絶対いらねえよなってなってるわけじゃないですか。またその千葉のどこにあんのみたいなさ、よく知らないし、興味もないし、っていうところなんで、降格まず、昇格はできませんと。そして地域リーグに落ちますと。そして、チームは消滅しますと。いうことをね、伝えたい。この動画見て、じゃあなんかやってやろうじゃねえかみたいなね、なんかその奮起を促す動画じゃないんですよ。これ別に。上がろうが落ちようが興味ないんだよ、浦安に。なんで、事実を伝えてるだけなんで、この事実を受け止めてね、またそれぞれがね、新たなスタートを、切っていってほしいなと。なんかね、俺思うんですけど、まあ J リーグというかそのクラブチームを作ることは素晴らしいんですけど、作りすぎも良くないよなって。まあ J リーグの理念としては、各都道府県に1個、まああったらいいかなと。で、大都市圏、東京とか大阪とかね、ぐらいでいいですわ。は、2つ、3つ、あってもいいよねっていうのが俺の理念。だからそれ以外のところについては、出しゃばんなよって。その2つも3つもいらんから。作った後で維持してかれへんし。なんで、ブリオベッカ、浦安、いりません。J リーグに。はい。
近々消滅すると断言していいでしょう。